積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで。私は営農指導員としてですね、主に米作りの方の担当と、あとは販売の方を担当しております。秋頃にはもう次の新米が取れるまでにはもうなくなってしまうようなことが今起きておりますので、大変人気の、ね、商品になっております。怒ってくれた人みんなからもらって、で 稲からが済むまで安心されないんだろうと思いました。お親父の言い分でさっきおかに聞いとけ。いや、親父何かあったらさっきおかさん農家さん の見本園になればいいかなということで、作って、で販売をしております。これは農機具レンタルいうので、農家さんにチートでも負担を少なくしてですね、野菜作りの進行に使ってもらおうかなと思いまして。やはり耕作放棄地をですね、なるべく食い止めるようにして、まあそのためには農家さん活性化するためにやっぱり販売高を上げていくことが必要だと思うんで、そちらの方にですね力を入れていきたいと思っております。